こんばんばはです、えー、本日は2020年5月の9日ということなんですけど、えー、非常に大反響をい,いていてまあ考えることもあったんだけど考えて整理していると適切なこと言わなくなりそうなんで比較的そのまま即答で返せるものを今日は「さやしりほちゃん動画と」と ベビーメタモーニング娘。さやしりほ、そして海外戦略1998年など歌っている動画ここにコメ,ンコメントをくれた方々にお返ししていこうと思いますえっ、ー、とねコメント返し動画は僕常になんですけど社会的な、えー、情勢そして歴史的な引用まあある程度ラジオ的に聞いても楽しめるような仕組み考え方っていうんですかねそんなところを織り込みながらあーや,ってもやってみようと思ってますんで、うん、まあお付き合いいただいて。 意見とか引き続きください。で、チャンネル登録もぜひお願いします、えーと。コミュニケーションを図っていく上で、ここをちょっと叶えてくれると、いい気持ちでできます。まあ、そんな感じでございます。でね、今日は返答するためにいくつかセッションを開けました。えー、とまずお見受けしていて、 あこれは鞘師里ホからの目線で意見くれてるなっていうのとあこれはベイビーメタサイドからの意見だなっていうのと広告目線だなっていう人そして海外戦略向けだなっていう人でそういう4つのワードに分けますですからそうそうだって少々長くなるのでその辺、えー、と今の順番もう一回説明しますねベビーメタ速とハロータサイドそして、えー、と世界戦略ビジネスサイドお宣伝広告っていうのは後半になります まずまたその都度都度この4つのセクションは紹介しながら進行していきたいと思いますじゃあ早速いっちゃいましょう、えー、即答をいける方々拝見して選びましたお読みしますねえっ、ー、と高尾山高尾さんですね、えー、これは新たなあ活動を始めた OG といえば小林さん以外にも福田香音さんがいます こ福田カノンさんについてこのチャンネルでクニオさんに解説していただきたいですあ。これはベビメタじゃなくて、ハローだったね。ごめんね。フクダカノン、ね、やりますよ。スマイレージアンジュルムね。うん、やるから待ってて、これいい。ありがとうございました。じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、ソラインクラウドさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、どうかミミコシとベビメタのつながりから調べてください。ありがとうございます。 えと調べるのを何を調べればいいのかがちょっと僕知識が足りなくてミニコさん振り付けなことあごめんなさいミキコさんね振り付けなことは分かるんですけれども、えー、と何を調べていいのかというところがちょっとわからないので教えてくれたら助かりますそんな感じですじゃあ続いていきましょうえー、っとねこれは TF さん TF さんへお返ししますねえっ、ー、と エージェント契約の説明をする時に「かっこビッグネーム」から教えてもらったわ名前は伏せるわ「トじのマウント取りは最高に草ありがとうございますえー、っとこれは直接僕のことを言っているんであれば僕のチャンネルで僕がマウントを取る必要はあまりないと感じてるくらいの話だったりするんですねでもしここういったところが エンターテインメントとして捉えてくれてるんだったら全然僕にとってはどんなに笑っていただいても構わないんですけれどもそうでない場合だったらもう少し具体的にこうであると何が良くないのかっていうところ TF さんなりの価値観で書いてくれたら僕は議論というのは常に参加していくっていうふうな気持ちでこのチャンネルやっております引き続きよろしくお願いしますでは続いて参りましょうえっ、ー、と今度はもう一つの動画だねスキンキンの 動画の方方ににコメントくれた方々に移行していきますえー、っとね。で、これで即返せそうだったのが、TF さんと、あ、ごめんなさい、失礼でした。そよ、そよコスムさん。これちょっと名前を僕間違ってたらごめんね、読み方。えー、っと、今出しますね。はい、じゃあ、SYO を、 えと, S と書いて、ね、の方ですすすままませんおお返しし、えー、読みしますとても聞き取りやすくて分かりやすく偏見もなく考察してくださりすごくありがたいです、えー、ベビーメタルの考察ももっと待っていますありがとうございますベビーメタルベビーメタルだよねこれもずっと言われたんだけど僕英語で絶対ベビーって言わないんだよ英語ってベイビーなんだよこれもう <laughs> 言い訳っぽいけどでベビーメタルで言うように頑張るけどここ指摘された方々あーそういうなんつうの逆だったら気持ち悪いの分かるんで分かるんだけどごめんねでベビーメタルの考察ね、えー、一括りでベビーメタルっていうふうに僕言えないと思ってて歴史もあるじゃないですかで昨日とか特にこの鞘師里帆ちゃんとかだったり誕生日だったりっていう時には割とちゃんと見返して。 自分の背景とか考えているものと世の中の背景とかそういったところと答えが出るようなもんだったらやろうと思ってるんでもう少しお時間くれたらと思ってますあとこういったやり取りの中で比較的考察めいたものがちりばめられてる可能性もあるんでその辺でなんかこんなとこもうちょっと深掘りしてみたいに言ってくれたらまあ僕でよければやっていきたいと思いますんで引き続きお付き合いお願いします。じゃあ続いていてきましょう えっとね、これたくさんくれてありがとうね。もう僕でちょっと整理がついてない,い,い感じで。なんか申し訳ない。うーんと。あれなんか俺返すのあったんだけど消えちゃったかなあった。おやめします。えー、っと、国際鎮んでいいのかなありがとうございます。確かに鞘師なんてどうでもいい。ここで明らかにすることは、えー、狩りの秀隆にしか見えない面。 これは僕に言ってますか僕に言っていることであるんだったらあのー、こんな有名なかっこいい方と例えていただいてありがたいですけど僕川本誠さんも大好きですからね <laughs> 関係ないけど <laughs> 関係あるけど。でえーっと 個人の誹謗中傷になるものであるのは僕ならいいんだけど、さやし保は僕がこういういろんな人はこれさやしりの話したくて上げてるトピックなんで、えー、っと、あんまりやらない方がいいかもしれない。だけれども僕のことだったらいくらでも言っていいから。そういうふうに思いました。もしこれでもよければ国際さん引き続きお付き合いお願いします。じゃあ続いていきましょう。えー、っとね。本当に、なんかもうちょっとこの、 トピックの見やすさ考えるねえーっとお答えしたいのはねお答えしたい人が決まってるんだけど出てこないのさあったけん <laughs> m さんありがとうございますえーお読みします実に面白かった興味深い話でしたありがとうございます 68歳のおじいんですが50代後半でハロプロにはまり還暦を過ぎてベイビーメタルにノックダウンされた身には出会いというお話身にしみました小夜の器についての指摘あわよくば彼女がベイビーメタル正式メンバーになってくれればと勝手な枠にはめていた私自身が恥ずかしくなりました邦夫さんの動画はいつも目をか開かれえーを開かれていますっていいのかなちょっとねあの 先輩の書く難しい表現が僕当たってないかもしれない。話し止めてしまった。続けます。えー、とビジネスの観点から指摘も私にとってはとても新鮮で何かこちらも一肌の痛たくなるような熱意に書き立てられます。えー、もちろん、当にチャンネル登録済みで毎回楽しみにしています。なんか力足らずなのにありがとうございます。ね。えー。まあ 鞘師リフォーでもベビーメタルでもいいと思うんですけども知られても今この時点でなんていうか人生だったり音楽の聞き方がポジティブになってなきゃ意味ないですよね、まあ、僕はなんかこういうこと書いていただいてまあ、一肌お脱ぎになられてもなられなくても大丈夫なんですけどね <laughs> あのなられる時なんていうのも含めん うん、なんか出会えた人たち同士っていうところでのアクションがそこに花を添えていたらいいかなっていうような、うん、まあそのその感じですよ。なのでねあの引き続きお話ししていく中でコミュニケーションを取っていく中でケン・エ、えー、さんのお考えであったりとかあの今までどんなふうな形どんなふうな経歴で、えー、とビジネスとおっしゃられてますから現在、えー、お考えなのかなんていうのもお,お届けいただければ。 僕もヒントになりりままます。す。す。引き続き続よろししくお願いいありがとうございますじゃあ続いてはこの後ハロオタサイドと思われる方々へのお返ししていきますでさっきのタカさんは先にいっちゃってごめんなさいなのでこのトピックに書いてくれたえっと方々から順番にいきますね順番もいい加減になってたらすいませんねえっといきますメロンパンさんありがとうございます 面白いいお話ありがとうございます興味深い話、新鮮な情報ばかりでした。私は2011年頃に稲妻イレブンつながりでベリーズ工房にはまり、その後キュ急トスマイレージとはまり、2013年からずっとモームス推しです。今となってはハロープロをすべてのグループに,に目が離せませんモー。モームスだけでなく、アンジュ、ジュース、ツバキ、ビヨーンズ、常に熱く変化を恐れず、新しいエンターテインメントを私たちに届けてくれるハロープロの皆さんが大好きです。 帆は加入当初からずっと注目され重要なポジションに立たされそんなプレッシャーにあー歯向かうようにでいいのかな、えー、歌とダンスお芝居にまで魂を捧げるかのように努力し練習し研究し私たちの前に姿を現しおおちょっと飛ばしちゃった私たちの前に姿を現しごめんねあれっか飛んじゃった。 ごめんねあこっかこっか私たちの前に姿を現してパフォーマンスをしていたんだなと今になって振り返っていますそんな魂を削るほどモーニング娘。に捧げていた姿まさしくモーニング娘。のエースモーニング娘のセンターモー娘。史上最も赤が似合うメンバーだったと思います今のモー娘。現役メンバーハロプロの現役メンバーにも無論なのですが鞘師里帆にも目が離せません 今現在も私たちに何かエンターテインメント、感動、愛を届けてくれるようなそんな予感がしてなりません。かつてマイケル・ジャクソンがキング・オブ・ポップと呼ばれたように彼女は必ずクイーン・オブ・ポップになってくれると信じています。かっこごめんね、さやさん。またプレッシャーかけてしまって、かっこなき。でも、それだけのポテンシャルを持っていると私はそう思って応援させていただきます。大きなかっとし。そして音楽を社会的な視点でハロープローを。うん、これ見えないな 僕でいいのかなちょっとわかんない、えー。なんとか的な視点で解説される話、すごく興味深いです。今後も拝見させていただきます。ありがとうございます。ちょっとね、僕のこれ、見,見方、見せ方、いろんなものを改善します。パソコンで見てるだけなんだけど、ちょっとね、あの改善する。で、えー、お返しします。えー、っとね、まず、経歴。 ね、この10年近く見ているってことだと思うんですねハローに関してはというところでさやしの目線っていうのをどうとるかというのはこの一連でもすごく議論されてますよねで僕もそれは発見があったんですでうーんとねマイケル・ジャクソン僕ずっとといたけどマイケル・ジャクソンがさやしかというとちょっとそこはねあの僕は見方違ってて。 あのハローで最もマイケルに近かった人いるかっつったらいなくて、まあ、せいぜいいぜでですすすよよはご今の後藤しか知らない若い人は彼女の本当の凄さは知らないかもしれないけど何ですごかったかと言ったらグループアイドルでしっかりセンター張れてソロでやってもそのグループの時以上に見えたんですよ僕り 日本人で五島巻、五巻と言って知らない人いますかマイケルって聞いたら皆さんが思うのは富岡ですか <laughs> 違いますよねジャクソンですよねねえだからいろんな人いるかもしれないけどだけど僕はね、これ冗談を言いたいんじゃなくてそれぐらいのハローの中でキングオブクイーンみたいになるんクイーンオブポップかみたいになるっていうふ風なのは多分そこと比べると鞘師は 少しジェネレーションが違うのもあるんだけど違う種類にいるっていう風に見てますでも後藤はそこにいる子だなっていう風な見方ですねだもちろん違いがあっていいと思うんでまたこういうとこ例えで、えー、面白くたなんてうんですかね、先々までいけるんだったらお付き合い願えればなんて感じましたですけれどもこのね、音楽を社会的な視点でっていうところをね、理解していただけるのはありがたいですね 引き続きお付き合いお願いいたします。じゃあ、また行きましょう。ちょっともう全部メモしてたのは見づらすぎるんで、かなり即答になってます。順番だけメモしてたんですよ。<laughs> ね、じゃあ続いて行きましょう。メロンパンさんの次はこの、あった。えっ、ー、と、剣万次丸さんですね。ありがとうございます。えー、外出自粛で YouTube 見てたら、ここ見つけて登録しました。 解説などなどど面白いですね自分は腹唄って言えるほどじゃないですがモンムスデビューから好きでミキティ、左右おかいちーちゃん、おかいちーちゃんあまお、あ、いい、かいちゃんとチーちゃんでしょうね。を応援してきました。ここで懐かしい話とか聞けて楽しいです。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。うん。ねえ、自粛期間中で家で YouTube 見てくれてる方にはなんか申し訳ない感じですけど。 頑張りりまますす。よ。ありがとうございはるほたって言えるほどじゃないけどって言ってるけにはちゃんと見てらっしゃるんでもうそのまま「今のちーちゃんいいっすよね見て,いけばいい見ていけばいいだって誰だよな <laughs> 見ていってほしいなと思っていますちーちゃんもいいっすよ女性っぽいギャルっぽいっていう人いるけど確かにちょっとその女性っぽいところのまだお姉さん落ち着いてない感じあそこかわいいっすねそんな感じですあたす じゃあ続いて行きましょう、えー、っと次はね本当に見つけづらいなぁなんでこんな見つけづらいんだろうあったねっこはさんありがとうございます、えー、いつも楽しく楽しく動画を拝見しています関連で流れてきたのですがメタラかっこベルメタオタかっことじの方が美容のアクション動画を撮られておりました 非常に興味深い動画であることはもちろんですが誠に勝手ながら国尾さんの知見でおすすめの楽曲なりレス動画をいただけると建設的で面白いかなと思いましたので紹介させていただきますすでにご存知でしたらすいませんと言ってリンクが貼ってありますこれ半分ぐらい煮ました、うん、面白かったですよ面白かったですでえー、全部、うん、わざと見てないわけじゃなくて、えー、ちゃんと見てまた何かしら必要だったら感想を 出したいと思いますねまだね僕ね全体的にコラボとか誰かをお呼びしてとかそういうような形っていうのはサブスクライバーがさっき拝見したら750人ぐらいおかげさまでなんですけどなっているんですけどまあ、1000人を超えて安定し相手お相手の方にメリットを提案できるようになったら行いたいななんてことは考えていますですのでちょっと皆さんのご協力が何故必要でございますので お友達なんかにもご紹介させてご紹介ご紹介していただきながらお付き合いいただければと思いますじゃあ引き続きお願いしますねありがとうございます、ね、建設的にしますじゃあ続いて行、えー、きましょうね有栖川さんねこれいつも実王さんなのか実王さんなのか分かってない有栖川さんでいきましょうありがとうございます、えー、登録者数七百人突破おめでとうございます動画の趣旨からそれてしまうと思うんですが海外の話が出ていたので書かせてください いろんなハロウタユーチューバーの方がいますが、久乃さんはツアーだけでなく FC イベントだけでなく海外公演にも積極的に参加され、さらに海外の現地ファンを集めてパーティーまで開かれていてすごいと思います。その武器を活かして、もし可能なら海外の現地ファンの方にハロプロの魅力を語ってもらうインタビュー動画など作っていただけたら大変嬉しいです。 実際、ハロプロの海外ファンの方が MV を視聴してリアクションする動画に数千、数万の再生数が回っているので、オタのみんなは海外のファンからどう見られているのかが結構気になっていると思うんですよね。なんだったらそれこそリアクション動画を撮られている海外の YouTuber さんとコラボ動画を作られるとか、てんてんてん、かっこ余計なお世話だったらすいません。コメント削除していただいても結構です。これからも動画楽しみにしています。ありがとうございます。 えっと削除もしませんし余計なお世話でもないです。でえー、っとねさっきとかむるんだけどコラボ展開って相手にメリットがなければ多分やんない方がいい YouTuber とかね YouTube でやっていく中でその人はその人のブランディングがあるだろうからまあ、そちらの方からお願いされたらよほどのことがなければ断る理由も多分ないでしょうけど特に海外の方だったらね。うん で現地ファンの方とこれインタビューとか動画ってこれね実はウラジオストックあったら俺前乗りしてさウラジオストックのあの会場界隈とか会場で働いてる人がか,からインタビュー撮ろうと思ってたの、ね、よ。ねえちょっとそういう余計なことは考えてるっちゃ考えてる。で海外ファンの人ねいるんだけどね今ちょっと英語化を僕も考えてて。 英語化する時に様々日本にいる外国の人とかも友達いるからその辺つなげていくようなことはやりますよただいずれにしても僕この国尾チャンネルはこれメインになるだろうからこのメインチャンネルである程度そこをやっていく価値というか力っていうのがないともうこの程度だけどねないとねいろいろ動く時にちょっと弱いかなと思ってまして今のところは日本語かつ 一人で喋れるそして見てくれてる方とのコミュニケーションで成り立つ空間っていうのを確立して次のステップというようなイメージに挑戦したいと思ってますしかししかしながら、えー、と何の意見でもいただければ僕の中でイメージ広がるものはぜひ実現実行していきたいと思ってますので引き続きお願いしますありがとうございますじゃあそんな感じでハローバタサイドからの回答はこれは全て終了したいと思いますもう長くなっちゃってすいませんけど ここからじゃあ後半ですねベビーメーター世界戦略ビジネスサイド宣伝広告電通案件への意見というところに、えー、回答していきたいと思いますどうしようかなどっち先がいいかなベビーメーター世界戦略から行こうかね、書いてくれた方々にお返ししますで、お読みしますね、えー、とコージー T メタルさんありがとうございます語り口調を聞きやすくて分かりやすいですね GJ です 業,業界通ご経験端的で面白い動画だと思います。私は BM は 6K 幅広そう及び女性ボーカル好きからのソニスフィアなどファンカムからハマって6年ほどです。世界躍進の要因としてはこれはすごく例を出してくれてるお読みしますね。1独自性響きの魅力を持つボーカルプラススクリーム。 他に類を見ないシュールなトライアングルダンシングメタルライブ3バコンドラムベースのリズム体プラスギターテクノアンサンブル凄ご腕神バンド4コバの楽曲オーダープラス編曲作り込みプラス斬新なミクスチャーオマージュギミック遊び心世界観神秘性ええー、新進性日本独自の音詞を含む言葉響きの面白さ で 4, が2つあるわ4こだわりの演出舞台装置ライブの完成度クラウドを含むエナジー5海外ツアープラスフェス大物前座プラスずっとも画像ネットメタル雑誌露出海外メディア展開 65b などとのえー、っと定型新レベルマネジメント契約ライブネーションエージェントプロモーター展開ハイレベルライブ映像ワウワウ制作ん 提携補加国内外の CD ブ,ブルーレイディスクか BD グッズ展開システム7、えー、戦績積み上げてきた伝説集客録8本人たちのスキル個性キャラ人柄熱意創造性他にも飽きさせない展開多様性スタッフや企業力ああ飛んじゃったちょっとごめんね スタッフや企業力、熱量など要素は多いいと思います。あ,あと中本鈴香を桜学院の重音部に組み込んだのもユイモアを編入させて天使役としたのもそれ以前の「カレンガールズー任務完了ライブ」で BM の発想からの戦略ですネットでの最初のドキモの反響の大きさは想定以上だったらしく紙バンドでの本格化ライブ展開など それ以降の加速を上層部が後押しする要因だったそうですよ。コバプロデューサーの発想と戦略をヘドバン初号からの独占インタビューを検索されて、読まれれば経緯が大体見えてくると思います。大変素晴らしい文章ありがとうございます。僕ね、これヘドバン検索して見てみたんだけど、1号の、なんか見つからなくて、お前ちょっとそれでこれ速度しようと思ったんだけど、遅れちゃったんですよね。なんか探しますよ。ね、この辺の、 そのコピーとかで遅れとかいうリテラシーは低くなると突っ込まれそうなんでさ自力でで探しますで、えー、とこの文章僕実は勉強になってることばっかりでご説明の中まあ899の8の9みたいな <laughs> 感じの中であの見え僕これ何て言うのかなこうだっただろうということじゃなくてファンの方がどういう風に受けてるんだなっていうところがクリアに見えるような感じがしましたね。 ベビーメタルファンの方この後にお話する方も往々にして思うところがどうしても一枠一個気づいたところがあって非常に戦略面というところを重視されてるなっていうふうな戦略面にそして注目されていらっしゃるなっていうような印象を受けています。で理由はやはり僕オールジャパンとおっしゃる方もいらっしゃいましたしメイドインジャパンの音楽それを外国でのフィールドで頑張っていく。 これっってやっぱりメジャーリーグに挑戦していく過去の野茂英雄だったりイチローだったりを応援する心理とすごい近いのかなって感じるところがあります。まあ、単純に野球っていうののはアメリカのスポーツですよねでメタルというのはなんていうのかな元をどこにするかなんですけど、まあ、僕らの世代っていうとバンヘイレンとかーリッチー・コツセンなんていうのも僕ら同世代のギター弾いてるやつの中で人気あったんですねイングエン・マルムスティンもそうですけど。 ただハードロックの方が僕ブルース・ルーツのハードロックの方が興味があって聴いていくと三大ギタリストなんていうとレッド・ゼッペリンのジミー・ページがなんか人間っぽくていいなと思ったところがありましたテ。テクニックとかはクラプトンをギターの教本とか見るとコピーした方があのいろいろ知れることが多いんですけどなんかバンドやりたいやつって比較的ジミー・ページいくんじゃないかなっていうようなねなんかそんなようなところが。 いわゆるメタルとかハードロックのルーツにあるというふうに考えていただけると嬉しいんですけどあの当時の影響を受けたバンドマンの方々っていうのはあいわゆる海外コンプレックスまでは言わないけれども向こうのミュージシャンとこ日本は全然違うということを言いがちだったと思います。よよくダンサーででもも黒人のののリズムがっっていいいいううう方もいらっしゃいますよねでそこと今の時代ははかなり違うはずで 外国人の方なんかでお話聞いてると日本ののバンドの方がいいいっていうやつも結構いますこれ実際 x j ャ p a n とかの時代、まあ、ラウドネスとかを表現する方もいらっしゃいますけどあの辺のことを技術でたくさん言う人いるんですけどでもあそこうまいと捉えてる外国人もたくさんいるんですよね。どういうふうな形の中でこのお話しされている方々の世代のところにお届けしようかと考えた場合は。 やっぱりそこをいいろろ悩んだ大枠にしてしまって申し訳ないんですけどいろいろ悩んだ人たちが今2020年もちろん2013年以降でいいんですよ12年以降でもいいんですよで世界戦略していくところでだから自分の気持ちというところを代理戦争してくれてるような捉え方なのかななんてことは今想像しています。なののののののでここおお話話の中の核というはは僕はこの後お話する方にも 同じような気持ちで言いたいというところで最初に表現しているんですけれども今のジャパンのテクノロジーでどこまでやれんのというところここからのお話というところに僕はなんか立ち位置を決めてお返ししていくというような感じにしたいと思っていますなのでこの文章は勉強させていただきもう少し僕はディープなところをあの調べた段階でまたお返しするというような雰囲気でいかがでしょうかではまずコウジさんありがとうございましたじゃあ続いてまいりましょう とね。ぶりおこしメタルさんね。ブリオコシメタルさん,、ね、ルさんありがとうございます。えー、っとおします。大変興味深く、楽しく拝聴させていただいております。落ち着いた語り口と豊富なご見識が素晴らしいです。質問です。ハロプロファンの皆さんが、さやしさんの b メタサポートに対する反応というか、心情についてご見識を聞きかせていただければと存じます。 サ師さんがハロプロを離れてその男性の情熱から新しいキャリアにベビメーメタ選択したことは素晴らしい選択でかつすごく勇気もいったのではないかと推測しますがサポート直後のインパクトと騒ぎはすごかったと記憶しておりますがその後ハロプロファンやサ師さんファンにおいてあえて触れないい方がが引き, <laughs> お引きがいたしますこのファン心情についてご意見ご見解をお聞かせいただければと存じます。 あまりにもなかったことのようにするのも不自然ですし、V メタサイドが正式にサポートメンバーをオープンにしていないことから、その魔法を守る、と同時にそのことは、さやしさんからの活動を守ること、応援のためにそうしているのか、もしくはストレートにタブー扱いなのでしょうか、ファン心理についてお教えください。また、合わせてサポート直後のインパクトがどれほどのものだったのかもお教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。 いやーダイレクトな質問ですねありがとうございますこれはもう簡単にお答えできます。まずね鞘師サイドというのはこれはベビメタの好きな方々からしたら意外かもしれないですけどベビメタ参加っていうところをこの半々で取った場合よしって捉えてる人の方が僕ちょっと少ないと思ってます理由は簡単ですモー, <laughs> モーニング娘。の鞘師しりが好きだからですで ももうう少ししし俯瞰した見方してていいるる人っていうのも当然いるんですねでこれは鞘師理ホのキャリアというところで捉えてる方ですなので比較的、えー、鞘師の未来というところも応援するよという未来形になってる方々ですよねこれはもう当然ながらそっちの方が美味しいって知ってる人たちですあの彼女のネームバリューブランドが上がるという意味と考えてくださいでこれは2つに分かれるただどちらかというと前者の方が多いですでリアクションというところですね これはどちらサイドにも衝撃でした読めなかった中には広島のアクターズスクールからのつながりでスズメタルと何かやってればみたいなこと言ってた人もいるんですけど100人いて1人いたかいないかですよでも1人はいたの僕記憶してますだけど僕はやって思ったのはこのシリーズの動画の最初の時にお話ししてますけど、うん おそらくエージェント契約というところを欲しいところで人脈つて、まあ、我々も仕事でも何かあった時でも親戚からとか友達から頼りますよねそれと同じだと思うんですよ人脈つてを頼んだ頼った時にスーメタルが一番近かったとそれで広島ね僕は東京出身だから地方出身の人羨ましいんだけど。 地方出身と地方出身後の同郷のコミュニティがあるじゃないですか,からあそこで僕そんなに構えなくどんな感じっていうふうに聞いてあなんならやるみたいになったんだとしたらなんかすげー感動もんなんですよねそれで物語繋がるんですよ彼女たちが小学生の頃からのだからそういう意味でなんか広島の人脈というところまた広島から世界に出るってのはいいじゃないですか そういうところがつながっているっていう風なのが僕は見方としてドッドッドッとつながったんで感動しましたけどね僕最後のは僕の見方です。ね、でサポート直後というところで考えたらうーん僕はメンバーになるべきかならないべきかって言ったら今言ったような形でエージェント契約っていうところの様子を探って それこそ書いてくれた方々いましたけどレディー・ガガとかアリアナ・グランデとかの前座に入り込むようなもしくはバックダンサーで入り込むようなところを行くっていうふうにこれずうしいけど俺が鞘師ならそうするなみたいな <laughs> ことはあの想像しましたでもその後のなんていうんですかねテンポというか今の2020年5月の事実を見ているとそうじゃなかったかもしれないですねこれは 今しばらくインスタライブなど行われたり比較的質問にも答えてくれるタイミングですから皆さん気になったこと小林理ほホに直接聞いてみるのもいいんじゃないでしょうかそんなこと思っております引き続き一緒に楽しんでいきましょうありがとうございますじゃあ続いていきましょうえーっとね次は宮崎幸太郎さんでよろしいのかなありがとうございますベビーメタル関連でなんとなく見ましたが非常に面白くまた感心させられる動画でした一ファンだと思い込みや このようにあるべきと決めつけるところを多角的特にマーケティングかしかもオブラートに包んで過去トじ、目線で、えー、と偏らず優しく語りかける口調シニア FM が生活の一部だった若い頃を思い出しますありがとうございます、えー、アイドル興味ないけどかっこ生歌生音源以外のライブしか行かないですか過トジはやはり音楽好きの共通語で嬉しかったですそういえばハロプロは生歌なんですよね 昔、竹内まりやさんが松浦綾さんのライブへ行った際の感想で、あやちゃんは歌がうまいからと、たまたま隣席だった椎名林檎さんと激しく同意していたとのお話を思い出しました。食わず嫌いもやめても、食わず嫌いもやめてかじってみようかなですね。ありがとうございます。嬉しいですね。深夜 FM ね。僕らの当時 ね、どんな感じだったかっていうと FM ステーションとかそういう雑誌買ってもうレタリングですよねカセットに FM とか撮って、うん、ダブルラジカスで編集してレタリングして聞いてましたよね僕多分それ最後の世代ですよ昭和50年生まれですから、うん、昭和63年4年っていう昭和最後の年でしたよねあそこが中1になるんですよ、ね。だからその頃までって本当に CD CD が出ると当時に昭和が終焉のようなイメージですねあの時は FM が音良かったですからねあのデシベル的にラジカセでも綺麗な音で聞けてエアチェックなんて言い方してましたね、うん、そこに <laughs> そうだ忘れそうだったそこに僕を例えていただけるのはもう光栄ですありがとうございますあのよりあの精進していくそういうふうに思いましたねでじゃあちょっとここ重要なところいきましょう 生歌のね歌の魅力っていうのは、まあ、僕もバンドマンで歌ったりしてた時期があったもんで結構長かったもんでこれはねそこもあるのかもしれないんですけどじゃあ昔の自分歌う時にどうだったかっていうふうなことなんですけど結構レコーディングとかっていう時おととの時って超丁寧にやろうとするんですけどライブってもうこれ壊す作業ですよね。そこ <laughs> それはもうジャンルによるだろうって言われるかもしれないですけどうそこはベースに幹は流れてんだけど風が吹いて雨が降って人が現れてそのままの音で行くわけねえだろっていうことなんですけど <laughs> だから僕比較的アーティスト側側ととか歌ううっってそっち心理だと思うんですよデータ通りにちゃんとこの上にこなしていけっていう人も当然いるんだけどそれって心を揺さぶられないですよね。あなんかこの空気俺がいて みんながいてみたいな中で今日はこのフィーリングだぜってなったらおおっていう感じじゃないですかで僕はそれはアイドルのライブでも他のライブでも楽しみに見てますで違ってもあな,なんだてめえと思うんですあ今日はそんな感じだったんだなっていうことですよねなスかーンですよね日々転がっててくれる中でどのページだったかっていうのはその日いた人しか刻めないから。 そこを見に行くそこを楽しみに行くっていうのが音楽のライブの醍醐味なんじゃないかななんて思っておりますもし同じだったら嬉しいですねあやちゃん松浦綾は痺れる女ですよ <laughs> 偉そうだけど全部叶えてます今僕が言ったこと全部叶えてくれたうんスコアなアイドルでしたねまあ僕は彼女は大ファンなんで またみたいななんて思ってますんで松浦彩も聞いてみてくれたら嬉しいですありがとうございますじゃあ次行きましょうかえー、っとね出た出たってね辰鈍さんありがとうございます、えー、こういう音楽をビジネス面からの話をもっと聞きたいですね十代からメタルばっかり聞いていて他のジャンルはクソだと思っていた時代もありました でもメタルからクラシックを聴き始めベースをジャズフュージョンから聴き始めてポップス歌謡曲アイドルなどあ広く聴くようになると音楽に良い悪いはないんじゃないかただ好きか好きじゃないかだけなんだなと思うようになりました昔から聴いてた時に k p o p の PV いくつか見た時に日本負ける負けとるなと感じました <laughs> あで追伸があるんだね途中で送ってしまった <laughs> 政治的には韓国政府や反日する人は大嫌いですがただ音楽産業的には国家単位で電通みたいなことしてるんだなと手法はひどいと思うし好きじゃないけど買ったもん勝ちなんですよねクールジャパンもうまくできてないしベビメタからいろいろ調べると日本のバンドも地道に活動しているグループや一部で評価されていたりするのを知ると応援したいですねアイドル音楽も詳しいわけではないですがいろいろなスタイルで多様ですね 個人的には、えー、とボーカルメインンンののアレンジや音のバランスで国内のタ楽はギターのリフやソロが好きで好きになったら他も全部好きになってしまいました昔ならモー娘。の「真夏の光線や最近なら「欅坂46」の「黒い羊」とかのベースがバカみたいにかっこいいのやエスペシアのようなシティポップなアレンジが好きなんですがおすすめはありますか また音楽の深い話を楽しみにしています。うん、嬉しいっす。<laughs> なんかんってもう笑っちゃう。喜んじゃうね。うん、音楽の話はね。まあ僕酒も飲むタイプなんですけど、本当にさ酒飲むとこだけで行けば全世界誰とでも話せますよね。これはすっげえ平和政策だと思うし。 あとお金にしようと思わなくてもお金に大金は知らないですよ。あのそんな人1人生きてていいいいくくぐらい困らないぐららら困なには環境が作ってくれちゃいますよねこれなんか自分は救われてる側の立場ですからちょっとあんまりてうの救う側っていうところはもう少し研究しなきゃいけないんですけどなんか音っていうところだけで言うとなんかその,そのおかげで。 何にも偏見なくなっちゃってっていうのがリアルなんですよ。ねじゃあちょっと話これ戻しましょうでメタルばっか聞いてるっていう人僕,僕,僕の知り合いもいっぱいいたのメタルとにかくメタルじゃないとあ,あもうそっちだなみたいな嘘つけと思ってんだけどでもそういう人そういう耳なんですよね。でベイビーメタもちゃんとそういう人取り込んだのもすげえなと思うけどだって理,理屈言わせないじゃないですか。もうああプレイで文句言えない 戦略で文句言えななないいいあと応援するしかないみたいなだかそこがさっき例えた野茂とか一郎にね匹敵することだと思うんですけど文句言えないじゃないですか向こうでノーヒットノーランやられたり首位打者いきなり取られたりしたらもう応援するしかないですもんねだからその域に到達してるっていうことだと思うんですよでこれからの話出してもらってるんでよくねこの前回のトピックでも K−POP って話してたんですけどでも あれこれからねもうコロナウイルスの2波3波じゃないけどのの闇の2波3波はこれからままだ出てきますよでもこれはうん黎明期のありがちなことっていうふうに考えるのかいやもうお国柄延々繰り返すよっていうのかなのは僕は知らないです。だけどちょっとうお話構造韓国の知り合いもいるから聞いてるとちょっとそこの闇っつうのは深いっすよ。 だけどそれでもやってきた子たちで僕もカらもねそので少女時代も興味持って聞いてましたから彼女たちのパフォーマンスが悪いとは思わないしアマチュアとは思わないしねこれも難しいとこ。で日本は負けてるってわけじゃなくて競技が違うと思った方がいいですで日本人そうじゃないですか公務員と起業したサラリーマン、まあ、起業した人とサラリーマンとですよ。 こういう3人って比べてもしょうがなくないですかもしこの3人がいたとしたら。そういうことっす。ね。だけど違う転職しようと思ったときは、ね。こういう話の中入ってくるってことになるから。なんと思いました。じゃちょっとあの、じゃあ追伸の方続けますね。ちょっと僕も脱線しがちで申し訳ないけど。で、クールジャパンっていうところなんだけど、クールジャパンっていうのは、 僕が見てきて経験してきた中で言うと、うん、ああでもこれ言葉間違えるかなただでも恐れず言えば天下り的なとこ、うん、でそれは多分今後急に変わるってこともないでしょうだからクールジャパンっていう言い方じゃない経済産業省が言ってるそこじゃない違うセクションの方で民間でやっていくっていうのしか多分僕らが思い描いてるクールジャパンじゃないってことだと思いますよ。 まあこういうのってねちょ,ちょっと調べたらすぐ挫折できるやつです僕挫折ばっかりなんで、えー、この辺はまたちょっと機会改めて動画撮りますよあの間違えないやつで撮ります、ね、であとはベースラインとか好きな欅坂とか真、まあ、夏の光線懐かしいね確かにねこういう話ですよねでエスペシアいいですねエスペシアうん シティポップ的って僕前何かの動画であピンククレスだピンククレスっていう夏焼みやびちゃんがいる3人組のグループがいるんですけどそこの,あの最新曲の「ルーレット」っていうシングルに入っているカップリングの「エゴイスティック」っていう曲いいっすよ。これシティポップ的な感覚あります。あの僕のの動画でで小林ひかるちゃんっってていうのをフューーチャーした、語ってる回があるんでそこに 紹介貼ってありますんで是非見てくださいなんとなく僕昔の門松としきを思い出したやつですでそ,うそういうことですよねシティポップってね、うん、門松としきも良かったよねまあ今もいいけどねそういうふうに思いました、ね、であとはもしソウルっぽいのとか好きだったりディスコっぽいの好きだったりしたらフィロソフィーのダンスっていうグループがファーストアルバム超いいっすこれもおすすめですじゃそんな感じですねありがとうございました引き続きお願いします じゃ続いていきましょうえー、っとねこの断面で喋ろうと思ってたのも、ね、あった虎屋虎王さんありがとうございます、えー、中の人がこんなに何でも語ってもらえるなんて驚きです 外の妄想話しか耳にしたことがなくて新鮮でした引き続きお願いしますなんか日本みたいな、えー、ベビメタから鞘師さんを知ってファンになりましたこれもベビメタからなんですが鈴木愛理さんに今更ハマってますどこから登っても頂上には同じ景色が連なっているということでしょうか、えー、かっこ入るべき人がいる過去と 日本のアイドル文化はあー数多のアイドルの近場で乗り越えて今世紀面白いことになりつつあると日々驚いています人生の終わりに気づけて楽しんでいます何を何をありがとうございますえっ、ー、とねこうちの人って多分これ業界の人って思ってるかもしれないけど業界で仕事しているけど僕が契約してないからなんつーのうのフ,ファンですよ そうそこはファンデートの方がいいかもしれないだけどなんか仕事にしたりとか活動する上でうーそういう風なことになる時が多いってやつですよねもうず,ずっとそういう感じなんででえっ、ー、とベビメタから鞘師ファンになったっていうのはこれどれぐらいいるんですかねこれ鞘師さっきの話じゃないけど鞘師リホー単体を好きになったのか鞘師リホーのおかげでモーニング娘,、うん、娘も好きになったのかっていうところが僕は興味があります 後者の方が人生豊かだとは思います。ね。で鈴木愛理。ねこれは嬉しいけどもやっぱベビーメ,ベビーメタルを聴いてる方々っていうのには鈴木愛理相性いいかもしれないですね、うん。なんでかというとプロフェッショナルだから。感情表現もだしどんなジャンルでもできるしね。うん、鈴木アイリは ここ数年、ハローの中で歌でプロフェッショナル聴きたいって言ったらモーニング娘、えー。だけじゃないんですけど全体で言ったら後藤真希高橋愛鈴木愛理、まあ、ここは外さない方があのあそのあと僕個人的な趣味で宮本佳林っていうのもすごいんですけど多分ベビーメーター好きだっていう人に宮本佳林の魅力が届くっていうのがあんまり浮かばないんですよ。ででもまあ僕はそここ好きだっていうことで ご理解いいただければと思いますねあと「高木佐伯ダンバラルール」なんていうのも歌ではおとうなるものありますそんな感じです、ね、<laughs> 人生の,あの100年時代なんて言いますから、ねまあ、まあ99歳だったらこれ言っちゃいけないかもしれないけど <laughs> 引き続きお付き合いお願いしますあたすじゃあ続いていきましょう、ね、これもう長くなっちゃってごめんあもう俺最長を超えたなすいません 長くなっちゃいます、ねまあ、いいまますあや長くなると思って撮ってるし、ね、ウルトラウルトラフージーさんこれねこれ撮る直前に書いてくれたんですなのでこのウルトラフージーさん以降に書いてくれた人がもしいらっしゃったらお返しできないのはあすみません次のやつで返しますじゃあいきましょう、えー、ありそうでなかった切り口の動画のようで Twitter 上で知ってみに来ました 鳥彩祐りさん関連の4本を拝見、拝聴させていただきました。立ち位置が違うと見える景色が違いますもんね。えー、音楽経歴が違うと聞こえる音も違いますね。えー、コ,メント欄コメント欄にも的を得た見識や的を得た洞察があ散見されて読み応えもあります。ちょっと待って、ここに見えなちょった。失礼しました。 えー、何らかの形で海外のファンや業界の人を巻き込めるともっと面白いチャンネルになりそうな気がします拝見拝聴させていただいている途中で何度かその風貌表情語り口からかの伊藤清則先生の若かりし頃ではないかとちょっと空目空耳してしまいました失礼いたしました恐れ多いです伊藤清則先生いや恐れ多い これはちょっと私は、あの、あの、申し訳ない。<laughs> そういう、うんそ、そこの見識、そういう方とね、ご一緒に並んでいる男ではございません。でもありがとうございます。じゃあ続いてね、この4本見てくれてまたありがとうございますね。ねで、これコメントを書いてくれてる方、コメント書いてくれてる方ね、 消された方も、ね、実はこれ YouTube スタジオを見ると全部残ってるんですよ。でえー、っとね、うん、ですごくいい意見書かれたのに消されてる方もいらっしゃるし何て言うのかな僕久しぶりに体感してんだけど容姿とか何て言うの混在と関係ないことですごいこと書いてくれてる人いるんですけどその人俺 Google に消されてるのか本人に消してるのかわかんないですけどあ僕は消さないんでなんか書いてあったらそのまま。 書いておいてくれてコメントでお返ししますよなんだけどそういう方いらっしゃるんだなっていうのにこのさやしりほ動画一連で、えー、久しぶりに気づきましたね。で今お読みしている方々の大半がやっぱりいいディスカッションの場所として使ってくれてますよねで僕これが正解だと思うんですよエンターテイメントってやる側もやりっぱなしだったら寂しいに決まってんすねである程度好き勝手なことを言うのなんて 分かっっててんですよやる側だけどそこで次のまあさやならさやし B メタなら B メタのシーン楽しみにしてるよねっていうバイパスであるのが絶対的なルールーだと僕は思うんで,すよなんでかと言ったら感動を受けといて物を作ってる人に対して物を作っていない人が意見するっていうのはこの間の中でのこのもうちょいぴでもいいんですけどこう渦が大きくなってってる感じっていうのに貢献してなかったら。 これってもう排他的にもなってててもももう的になななくて生産性もないですよねでこれは僕的にはやらない方が賢いのかなっていうふうなのを思います。まあ別に賢い必要ないですけどやらない方が楽しいよねですかね。だからそこになんとなく言葉を選びながら共感していただいているのかななんて察しました。ね。でこれね。 海外ファン言ってくれた方が多いですから海外ファンンのの方業界の人を巻き込めると面白いチャンネルにななりそうな気がします、えー、っとまずサブスクライバー僕の近々の目標で言うと1,000人そしてその後1万人ぐらいっての見えてきたら業界の人とかで僕が興味あったり皆さんが興味あるそう,そうな方ですよね。 というところと対談という形とか何かトピックがあったときにそこに対して質問コーナーみたいなそんなのをやっても面白いと思いますただし僕的な視点になるところがあると思うしそれしかあんまり意味がないと思うんで比較的分母を75億にした場合っていうまあその時点で80億になったりまあ下手したら大事件が起こって減ってる場合もありますけどその時はともかくとしてまあこれ今重要な話じゃなかった <laughs> 要は世界中の規模の中でこんなことあんなことだよねってやれるジャパン形成のことだったらやりたいなって思いますね。そんな感じです。じゃあこれであと2つトピックあんだこれなんとか1時間内にしたいね。1時間見てくれていいのかな。ありがとうございますね。じゃあ,あと2つ。えっと、宣伝広告4つ目の大きな栗。宣伝広告電通案件へのご意見。ここで今日は終わりにしましょう。いきましょうね。 えーっと、このトピック長いからな。今度四つ開いとかいいんだ。ごめんね。頭悪かった。うん、どこだ、どこだ。あった。いきます、えー。ルナメタルさん、ありがとうございます。広告屋の話ですが、ものすごく簡単な話で、広告屋を使っている。 かか広告屋に使われていいいるかの違だだけだと思います電通案件と揶揄する風潮がありますがマネジメント能力の低い事務所が広告屋に丸投げしてしまうから広告屋が目立ってしまうのではないでしょうか100日後に死ぬワニがミスったのは丸投げが原因でしょうねこれ面白いですねあと短く確実なこと言ってらっしゃるねこれ僕の見解はあのもう 同じ,同じことを頭の中で整理してると思って聞いてください使っている使われているっていうふうにこの間がいるんですでこの間の中でどっちよりかっていうすげえグレーな80%ぐらい使ってる使われてるってもう10%もいない10%前後ぐらいにしましょうか例えだからその中でどっちでもね80%ぐらいっていうところの誰に合うかで見方変わると思いますね。 で僕がやらなきゃいけないことってそんなにその中で実はなくてもローカルでやれなんつうの向上心がないっていう人いるかもしれないですけどローカルでででややれることをやってて、その出会いい楽しいんですよ。だけど一番大きいパイのところっていうのは知ってないといろんなところで交渉にもならないし話にならないからあと出会っちゃったりするからってことなんですけどそれで知れちゃうってだけなんですけど。だからそういうういとと、ころで言うと 電通っていうところってシステムがもう古いですよねだけど力はありますよね読売巨人軍読売新聞みたいなんですよねねえもう僕ジャイアンツファンですよだけど構造ってもう今誰でもわかるじゃないですかで、そこがあネックになってんなってこともみんな知ってるだけど多分これは古い体質体制を築いた元の人があのこの世と違うところに行かないと治らないんですよ ジャニーズ事務所ねね分かりやすすいですよ、ね、もう皆まで言いませんそういうことですそうだと思いますでマネージメントの見解というのは僕比較的細分化されているのが今のような気がしてるんでこれに限らずさっき言った80%のところがすごく大きく広がっているような気がするんでもう少し具体的な話が出た時に、えー、この話というのは僕の見方で申し訳ないですけど。 お返しできて楽しくなるんじゃないかなと思いましたありがとうございますじゃあ続いていきましょう、えー、っとこれ今日最後ですね田中トッシュさんありがとうございますとても面白い話ですね世界で人気と言われますが人気の指標って何でしょうね k-pop や youtube の再生回数の工作またビルボートの経営トップが韓国系にとって変わられている現状などランキングは信用できません何か参考になるものはと探してみたら芸能データでは ツーリングデータは面白いです。K-POP は男女とも過剰なセクシー集が我慢ならん。日本のベリーメタルももっとスーパースターになってほしいものです。日本だと嵐なのかもしれないけど、リップシンクはどうも嫌だな。で、えっ、ー、と、リンク貼っていただいてて、えー、ありがとうございます。このリンクを拝見しました。おお、面白かったですあの。知らなかったです。で、えっ、ー、と、K-POP の YouTube の再生回数の工作って、 ね、YouTube もでも最近なんか賢いらしくてこういうのはあんまできないらしいですよ。だけど再生する要因とかいくつかね僕も YouTube 始めた時に調べてみたんですけどなんか知らないけど Google とかの辺入れない中国の会社とかがすごく再生数とか売ってたりとかするところはたどり着いたんちゃ着いたんですよ。でちょっと一瞬おい,い,いいかなと思ったりもしたんだけどなんかそれやると。 このこういういいいとじゃないじゃゃななですかだからまあお金かかるのも嫌だってもあるけど、うん、なんかそこ行ってないんですけど、うん、この辺はもうちょっと調べたら調べられるけどまあ今、うん、過去のことだからいいかなって感じですね、うん、まあ僕 YouTube もそうですしビルボートとかもそうですし、まあ、YouTube は再生数すねそんなに今言われても ここに書かれている方々の見識が全てですよねそんなにすげえってならないですよねあ、またどうせこの感じだったらって感じですよねだからリアルが実はもうネット上でもねリモートワークテレワーク言われてますけどネット上ですらリアルにもうほぼ近いところでじゃないと信頼って取れないと思うんですよだからあんまりこれ気にしなくていいのは2020年かなと思ってます また新た新なね VR とか新しいところで違う発信が来た時に今までの教訓を生かしてどうするかっていうのは楽しみですけど、まあ、そこは僕もなんかあの乗りり遅れないいように頑張りたいと思ってます、ね、<laughs> この過剰なセクシー集が我慢なら <laughs> でこれ好きなやついるんですよ、うん、だからこれはもう多種エンターテインメントは多様性というのが実は正常な状態なので。 こちらのサイドが好きという人に文句を言うっていう風にする必要はあんまりないかなって考えてるのは僕ですねまあ、それはそれであればいいじゃんって。だけど別に見に行ってねってのは答えっていうことですよねね、ベリメーターもっとスター多分僕なると思いますなんでかって言ったら潜在的にファンになる人っていうのはもう世界中いる知らないだけだから潜在的にファンになる層がたっぷりいる 僕これこの系統で言うとマーケットとしてはアジアアをなんんととか攻略した方がいいと思うんですよねアメリカとかドイツとかはあのすげえけどもう上決まってますよね。なんか,なんか世界初のことをやるっていうしたらいう風にしたらアジアとかあと下手したらアフリカねアフリカなんかねえでも中国が作ってるインフラというところと戦わなきゃいけないだろうけど。 ね、そこですよ、うんね、僕は最後思ってるリップシンクっていうところに関してはもう正直どうでもよくてなんかそこでマーケットで J カルチャーで1個取れるっていうやつがい,ていたら初ででもいいんですよそしたらそこ,そこまでいく政策って半端じゃない努力あるはずなんで僕はそこをどういうふうにやったのかなっていう内容の方が興味ありますね。 そんな感じじですじゃあねもう長い間おお付き合いいたたただかったお疲れ様でした僕はこの一連の動画というところコメント返し、ね、最後のちょっと挨拶になりますけどどういうことしていきたいかといったら鞘師里帆ちゃんのインスタライブ復活インスタライブじゃないインスタ解説というところでお話を広げていく上でこういうところにたどり着くとは正直思わなかったんですよ。だけれども 僕は面白い。で皆さんもいろいろ言いたいこと考えていることあるだろうけれどもディスカッションしていく上で伸びていくんだったらこういうのもいいのかななんて思います。まあなので比較的応援するポジティブな心理状況感情でお付き合いいただけることを願っておりますけれども何かしら僕個人のことでよければご意見などは聞いていくので引き続きお付き合い願えればという感じでございました。それでではフライイデーナイトご明けで ね、慌ただしい方々それとまだまだ家の中で面白くねえよって人方人方だって人たちもいらっしゃると思いますけども素敵なフライデーナイトを過ごしていけたらと思っております引き続き国尾チャンネルも登録の方お願いしながらお付き合いくださいではまた会いましょう